ボルンシュテット墓地にあるビルヘルムカール王子の墓、ビルヘルムカール・プリンツ・ホン・プロイセンは、ドイツプロイセンの旧統治者カモン・ホーエンツ・ツォレルン家の一員。ドイツ皇帝、プロイセン王ビルヘルム二世の孫息子の一人。全名は、ビルヘルムカール・アーダルベルト、エーリヒデトロフ。ビルヘルム二世のイツ・オースカー王子とその妻のイーナ、マリー・フォン・マッシャビッツ伯爵夫人の間の第四個。 三男として生まれた。両親の結婚は、帰遷結婚とされ、母とイ子は、ルピン伯爵の姓を名乗っていたが、ドイツ革命後の1920年に、プロイセン王家の正式な姓員と認められて、プロイセン王子、王女を名乗ることを許された。1960年から1984年まで、ホルツミンデンに本社を置く、高齢会社ドラゴコ社の社長を務めた。 1958年に死去した父から聖ヨハネ騎士団ブランデンブルクオークダ区長の職を受け継ぎ、1999年に次男のオスカーに譲るまで41年間務めた。ビルヘルム・カールが同騎士団の騎士に助任されたのは1944年のことである。オークダ区長として様々な騎士団の下部組織として様々な社会福祉組織を設立し、 また騎士団の本部を東ドイツから西ドイツに移転させた。ドイツ連邦共和国功労勲章の大功労十字章、マルタ騎士団のプロメリトメリテンセ功労勲章の大十字章を受賞している。1952年3月1日に、クレムリン現行外のデシテットにおいて、アルムガルト・ホンフェルトハイムと結婚し、マニニナン一女の3人の子女を設けた。二千七年に死去し、 ポツダムのオランジュリー宮殿に隣接する、ボルンシュテット墓地に葬られた。プロイゼン、デハット、ナキルーフでボーセット宣伝でレイツでアエファンゲディション、キルヘインドイッチュランドビショーフボルフガングフーバーハット、ナキルーフでジョハニターダンズ。